さあ、じゃあ、ました。モスターワンテッド TV、MC のバッタモリです。よろしくお願いします。ねえ、始まりましたね。モスターワンテッド TV が。仕事が楽しみで楽しみで。いや、全然感情こもってない。いやいや、もうこれに帳尻合わせてきてます。あ、そうなんですか。はい。本当にね。ということで、我々 MC なんでございますけども、はいはい、アシスタントという形で。おう。この方をご紹介しましょう。はい、セントスさんです。よろしくお願いします。ゲーム実況者のセントスです。あ、よろしくお願いします。何社のセントスさん？え、何のセントスさん？ゲーム実況者っていうゲーム実況者。そうだ、なるほど、はい、そうです。セントスさんっておいくつなんですか？前回も言いましたけど、32です。全然覚えんよねお前みたいなチンピラは。いや、でも今回初めて見てくださる方もいますからね。はい、そうだよ、そう、前今日から見てる人もいるかもしれませんから、はい、セントスさん何歳かそれ知っとかぜひ次回も聞いてください。何歳かどうか。そうですね。血液型は何型ですか？ B 型なんですよ。B 型、自己中で。なんか詳しい血液型。いや、別に全然詳しくないですよ。はい、特にあの血液型、この血液型からだからこうですよねとかは言えないですよ。なるほど、なるほど、はい、でも一応聞いてみました。ありがとうございます、はい、彼女とかいるんですか？いやいや、そんなことはもう聞かなくていいじゃない。いや、さあ次行きましょう。やめよ、そう、ね、番組やっていく上でやっぱ嫉妬があるの、それは。事務所が NG やそれは。そんな事務所入ってない。ただの人です。いやいや、ただの人ですから説明の仕方。いや、そんなことですよ。やっぱ車についてちょっとお話してて、はい、彼女いる。いいですよ。何ですか、教えてください。もう全然いません。結婚もしてないんだ。そう、そうなんですよ。もう全然ダメなんですよ。ちょちょちょ、何ですかこの空気。いやいやいや、これあまり別にセントスさんのセントスさんのちょっといろいろ知っていこうということですから。そうそう、でも逆に僕、小林も夜応募やったらそれ聞きたくない。実は内弁慶みたいなありそうですよね、はい、じゃあおいおいまた仲良くなっていきます。 ありがとうございます、はいはい、ぜひよろしくお願いします。さあ、ということでございまして、はい、この番組はですね、エレクトロニックアーツゲーム社から発売される、はい、Need for Speed Most Wanted の魅力を体感できる、ライブストリーミング番組でございます。Need for Speed Most Wanted は、はい、最重要指名手配と、なるべく壮大なオープンワールドを舞台に実現では、現実では体験できない激しいバトルを繰り広げるという、はい、ゲームとなっております。いや、本当にね、このゲーム僕が前回もやらせていただきましたけども、うん、まあ、なんですかね、車の言ったら何やろ、車の格闘ゲーム。おー、うん、そう言ってことは分かりやすい。なんか前回もそうだったけど、なんかもう外国語を多いし全然入ってこない。横文字がね、分かるんですけど、はい、まあ、簡単に言うと車の格闘ゲームかな、はい、そう言ってくれたら分かる。そしてですね、またオンラインに接続することで、うん、世界中の人々とのマルチプレイが楽しめるのも大きな魅力と。すごいですね、そしてこの Most Wanted TV では毎回豪華なエキシビジョンマッチを開催していきますので、番組を通じてこの新しいゲームの魅力をどっぷり使ってくださいと。はい、ございます。よろしくお願いします。前回もね、はい、前回賞金キラーがやってきてたんですよ。そう、強かったね、彼。そう、すごかったですよね。バルナとかさんですね、はい、ゲーム強割にはでもあんま愛嬌がないみんな必死すぎて。いや、それはそうですよ。そう、だって賞金かかってます、はい、質問しても全然返ってこなかった。それはそうです、賞金がかかってます。そう、人間性磨いていかんぞゲームにね、ゲームってだけではなく、はい、さあ、ということでございまして、はい、今回もですね、エキシビジョンマッチというのがございまして、前回は芸人の方がね、はいはい、でしょ、覚えてますか？もう覚えてないです。いや、もう全然記憶に残らんから見えて、うん、来てくれたじゃないですか、ま、天心とか。ああ、いましたね。はい、何でしたっけ、ベジータのモノマネする人。ああ、いましたね、はいはい、来てたでしょ。来てました、来てました、今回も来るんですか？今回もね、この芸人じゃなくて、ここのエキシビジョンマッチは毎回いろんな方がゲストに来てます。っていうか、前の芸人が不評やったとかそういうことでございます。ワンチャンスしか違います。最初から決まってたんです。ああ、そうなんですか。はい、ということでございますから、はい、ご紹介しましょう、今回のエキシビジョンマッチで対戦してくれるのはこの方たちです。どうぞー。さあ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 、あれ、バラエティー、さあ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 、何、バラエティー飛んだ方々がやっていただきました。ダンサーとかいる、ラッパーっていうことですよね。自己紹介の方お願いしてよろしいですか？ゼナロックって言います。よろしくお願いします。ゼンラロックさん。ゼンラロックさん、ゼンラロックさん、やっぱマイクの握り方も違いますよね。ゼンラロックと言います。いいですね。よろしくお願いします。ゼンラロックさんは、ラッパー。そうです。あ、なるほど。あ、これは皆さん違うんですね、別々の。まあ、なんか、はい、はい、楽しい仲間たち状態。楽しい仲間たち状態、勝手なこうなんか先入観なんですけど、はい、ラッパーとゲームってなんかあんまり
そう、前も見えないね、はい、さっき練習したんで。なるほど、わかりました。すごいですね、指輪の方もなんか大きな指輪をつけてらっしゃる。まあ、ちょっと大は賞を兼ねたいな。なるほど、ニコニコ。すごいですね、まあ、僕が髪型言うのもなんなんですけど、すごいですね、はい、髪の方もね、なんか。いや、今日はもうそれはこっちの方が。あ、そうですよ。なんかもう散らかりすぎてる。なんかね、なんかね、いろいろとなんかもう髪型が散ってますけども、本当に。さあ、続いてご紹介しましょうか、はい、じゃあ自己紹介の方よろしくお願いしますね。はい、ダンサーのステップハマーです、はい、ステップハマーさん、ぽい、いや、そらハマー、ハマーという名前が、これ踊れんかったら確かに、ハマーという名前がとっても似合う、はい、ございますけどもね、ハマーさんは、ダンサーの方でよろしいですか、いや、そらそうですよ、ダンサーですよね。そしてお名前、同じくダンサーのジョイマックロって言います、はい、ジョイマックロさん、おー、おー、いや、メガネ、メガネ、これ落とす込みでの自己紹介ですか、素晴らしいですね。そう、なんでその財布をですね、そのポケットをここに入れてるんですか、後ろに入れとくと、はい、潰れちゃうんですよ、あ、なるほど、いや、学園に落ちたらいいじゃないですか、いや、そうですあれは進みませんって、そんなちょっと怪しいよ、誰がやな、心配性でしたなんで俺本番中どうやって盗むの俺だってちゃんと持ってる、いや、ちゃんと持ってる、楽屋一緒、いや、楽屋一緒だけど信用しなさい、あなたは本当に、ね、よろしくお願いします、よろしくお願いします。でもちょっとすごい、なんかタイムスリップされた感じですよね、この同じですね、同じでこれで、ね、懐かしい感じのジーパン履いていただいて、よろしくお願いします、お願いします、はい、そして、後ろの方は、これは何ですか、これは、DJ のセックス山口と申します、こら、はい、名前こら、何ですか、セックス山口、こら名前こら、はい、セックス山口、いや、何回言うか言いたいだけやろ、それ、はい、言いたいだけです、名前こら、あんまり表に出たくないなんか、こうなるとは思わなかったので、え、セックスさんは、はいはい、すいません山口さんの方、はい、セックスさんの方でよろしいですか、はい、セックスで、セックスさん、いや、ダメでしょ、山口さんの方で、はい、あ、山口、じゃあ山口で、はい、山口さんは、はいはい、その、DJ を普段やれてるって、そうですね、まあ、DJ だったりとか、はい、まあ、おしゃべりだったりとか、はいですね、いろいろやってますけども、主に DJ、はい、主に DJ、はい、食事は DJ ということでよろしいですか、そうですね、そうですね、はい、そのセックスさんの由来は、はい、いや、だから山口さんっていうよ、ね、あの、セックスの由来は、言いたいだけやん、はい、言いたいだけ、あの、もう初めからセックス、セックス言い過ぎですよ、皆さん仕方なの、セックスさん、いや、そりゃそうやけど、それ名前ですからね、そりゃそうなんですけど、はい、なぜもともと違う名前で自分やってたんですけど、はいはい、それじゃもう全然上に上がってこれない、はい、つまんないよってことで、はい、うちの一緒に住んでる相方が、はい、もうセックスぐらいつけなよっていうことでつけてもらったんですね、目立とうと、はい、目立とうとしました。ちなみにセックス山口さんの前の名前は何だったんですか。カツオっていう、よくわかんないすげえ変わりましたね、はい、カツオから、はい、セックス山口、はい、リーブに変わったのか全然わかんないですねなるほど、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、さあ、そして自己紹介よろしくお願いいたします。はい、はい、ズカって言います。ズカさん、はい、ズカさんは何をやられてる方なんですか。一般人です、普通の。嘘っぽいすいません、そう、すいません、我々も知らないんでそのまま突っ込めないですよそれは突っ込め、一般人、セックス山口さんが出た後やな、るほど、なんかせな、名前はね、なるほど、そうなんです、考えた結果一般人、名前はセックスなんて言うんですか。セックス石塚ですやめなさい、本当に。やめなさい、本当に。え、石塚さん、はい、石塚さんは普段何をやられてるんですか。エンジニアやってます。エンジニア、はい、レコーディングの。あ、すごい。あ、そうなんですね。そう、じゃあ、もうすごい集まりなんですね、これは。そう、いろんな、スタジオ帰りっていうことなんですけど。そうなんや。そうなんです。単なる。なるほど。そうなんです。そこまでぶっちゃけてくれるんですね。なるほど、わかりました。じゃあ、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして最後、いきましょう。はい。水谷です。いやいや、ちょっと一瞬言おうと迷ったでしょ。言わなくていいですからね、水谷さん。はい、はい、水谷さんは何を言われてるんですか。僕はダラダラしてますね。ダラダラしてるっぽいですよね、はい、ダラダラしてるそうですよね。家とコンビニの往復みたいな。でしょうね、うん、ダラダラしてそうですね、はい、今おいくつですか、年齢は。まあ、31です。あ、31歳でダラダラして、はい、本当にダラダラに輪をかけてるそうですね、はい、ねえ、本当に。じゃあ今日は何で来られたんですか。
今日はあの、はい、暇だろってことで暇だろたまには外出ろってことで、なるほど、はい、これどこまでが本当か分かりませんからね確かに初対面ですし本当に分かんないん で、 で、ゲームの方はどうですか。大好きです。あ、はい、大好き、このゲームやったことありますか。ないです。ない、はい、でも今日はチャレンジする。楽しみで楽しみで楽しみで、はい、我々もね前回やったんですけど、これ格闘なんです。車の格闘、はい、車好きですか。車はそんなにもう好き、好きって言っていかないとね、本当に、ね、人が好きそうじゃないねえ、そうなんです。なんか嫌なことあったらすぐ帰りそうやもんね、本当に今日ちゃんと行ってください。はい、はい、頑張ります、よろしくお願いします。頑張ります。はい、さあ、ということでございまして、はい、このエキシビジョンマッチは以上のメンバーで行いたいと思います。はい、さあ、それではルール説明をセントスさん、よろしくお願いします。お願いします。このゲーム緊張してるセントスさん、カンペ下がっちゃって、ああなるほど、なるほど、裏切られましたね大丈夫でございます。さあ失礼しました。説明の方よろしくお願いします。では説明させていただきます。はい、このゲームではスピードカメラの下を誰が一番早く駆け抜けれるかを競うスピードテスト、チェックポイントを通過しながら誰が一番早くゴールにたどり着け、生放送でお送りしておりますとレース、ジャンプ台を利用し誰が一番長い距離を飛べるかを競うジャンプ、以上この3つのセクションで競っていただきます。うん、それぞれのセクションでの順位に応じてスピードポイントというポイントを獲得できます。さらにこのゲームではこれら競技ポイントだけでなく、競技を行う場所に一番早くたどり着いた人にスピードポイントが100ポイント加算されたり、他の車にぶつけて転ばせることでポイントが加算されたりもしますので、いろいろチャレンジしてポイントをゲットしていきましょう。はい、全てのセクションは全て、ノンストップで行われていきますので、はい、ガンガン走り続けてください。最終的にスピードポイントを最も多く獲得したプレイヤーが勝者となります。ではだからですね、スピードだけじゃなくてですね、レース中に、相手言ったら対戦してるじゃないですか、その相手にぶつけることによってそれもさらにポイントに加わる、はい、でそのぶつけ方もちょっと斜めから擦るとか、こう正面から擦るでポイントも変わってきますので、はい、できるだけ高いポイントを取って、最終的にゴールした人がここだけ見たらなんか周回みたいなおい周回始めなんか乗らなくて降りても大丈夫なんで、はい、さあ、ということでございまして、はい、いろんな、ポイントもございます。そうなんです。ぜひとも、高い点取った方が勝利でございます。頑張ってください。はい、さあ、それではスタンバイの方よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。どうぞ。チュイース、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 すごいですね。でもこれどう、なんすかこの頭。アフロ、はい、おアフロしてるんですか。へぇ、この形にしていただいてさあ、よろしいですか。これ、せーのでスタートボタンを押していただければ皆さんで同時にスタートすることができますので、はい、さあ、準備の方よろしいですか。はい、セックス山口さん、大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。さあ、行きましょう。一番大丈夫です。一番大丈夫一番大丈夫かどうか分かりませんさあ、行きましょう。せーのでスタートボタンしてください。行きますよ、せーの。はい、来ました。はい、さあ、入りましたね。さあ、準備の方よろしいですか。まだ出揃ってはいないようですね。まだ出揃ってはいない、はい、やっぱセクヤマさん早いです。セクヤマさん、いやそんな流し方あるんですか。セクヤマさん、セックス山口さん、セクヤマさんなるほど、通称セクヤマさんです。ほんとよ、セクヤマさん早い、一番早い、ね、はい、ではまずですね、左下の地図にあります赤い丸を目指して進んでいただければと思いますね。はい、カーナビになってますんで、はい、なるほど、はい、まだ地図出ない。あ、まだです、ね、山口さん超早いですね。はい、いや本当に誰よりもスタンバイできてましたね、はい、早かった、本当に。さあ、下にですね、地図の方が出てると思うんですけども、はい、ナビになっております。その、あの赤い丸を目指していただいて、進んでください。はい、よろしいですか。さあ、それでいきましょう、レーススタート。はい、さあ、いいですね。おさあ、センテスさん、実況の方よろしくお願いします。かしこまりました。はい、はい、これではですね、まず、はい、第1回目の戦いとなります、はい、スピードテストとなっておりますので、チェックポイントを速いスピード、最高速度で通り抜けることを制限時間内に何度もトライできますので、はい、何度もやっていただければと思いますね。地図にある
黄色い丸を最高速度で通り抜けるといいですね。なるほど、わかりました。はい、で、前から来てる対向車、これ一般の車とぶつかっても何のポイントにもなりませんので、はい、意味ないですね。言ったらみんなでプレイヤーの人と、はい、ぶつからないとこれポイントにならないと。見つけたらもうぶつけてください。これ格好ですからね。はい、壁にぶつかった人はポイント減るんですか？壁にぶつかってもポイントはないみたいな。なるほど。はい。はい、ガンガンやっちゃってる、ね。なるほど。はい、ですね、カメラのところをですね、通過する際にですね、バツボタンを押しっぱなしにしていただくと、これがいわゆるターボといいますか、ブーストのようなボタンになってますので、はい、これは今、関山さんの画面ですね。そうです。はい、これは関山さんの、はい、ペルーの国籍の、はい、車はアストンマーチンという車になってますね。はい、はい、お、うまいですね、でも。うまいですね。はい、返しましたね。綺麗に。今現在トップは誰ですか？現状はですね、はい、英語が読めないんですが、はい、アルゼンチンですね。アルゼンチン。はい、アルゼンチンの旗。はい。ゼンラロックさんが。お、マジで？現状は1位と。おー。いや、でもまた今、簡単と。おーし。終わりました。いや、ギリギリのところでですね、セクヤマさんが1位になりました。はい、ただ今、はい、今画面映ってる、セクヤマさんが今1位で、もうセクヤマさんあんま1位になってほしくないな。そうなんですか。セクヤマって言いたくない。確かに。はい、ではスピードのレースが終わりましたので、はい、また、赤い丸を目指して、行っていただければと思います。はい、例えばスピードのレースはもう終わったようです。終わりました。次はレースになりますので、おろろろ、はい、ではカメラを変えまして、はい、2番のゼンラロックさんの画面を見ていってみましょうかね。はい、2番のゼンラロックさんの画面、はい、車は黄色のポルシェになります。国籍はアルゼンチンですね。さあ、車変えました。はい、あ、ぶつかった、はい、これはゼンラロックさんですね。そうです、はい、一番早くチェックポイントに着いたんで得点が入ってますね。はい、これによってゼンラロックさんが再び1位となっています。はい、おー、はい、なるほど、いいですね。いいです。画面の右上にありますですね、はい、1から6まであると思うんですが、はい、それの左側に MW って書いてある人が今の暫定1位の方になってますね。なるほど、はい、さあこれでレースが始まりますよ。さあいいですか皆さん、今からレースでございますよ。はい、コース上にあるチェックポイントを順番に通過していってください。スピードも大事ですが、通り抜けてしまうとすごいタイムロスになりますので、はい、そこは気をつけないといけませんね。これはじゃあポイントに向かっていけばいいんですね。はい、ゼンラロックさんどうですか、難しいですか？いや、結構いい感じですね。おー、いや、でもうまいですね。ゲームやったのはもうすごい、もう10年ぶりぐらい。わー、めっちゃブランクある。ダラダラ、ダラダラはダラダラの、ダラダラ人はダラダラ参加してない。ダラダラさん、ダラダラさん、ダラダラさん、ここまで来てダラダラするのやめて。帰った、ダラダラ。いや、まだ生きてます。います、大丈夫ですか？あ、生きてます、間違えちゃった。携帯チェックしてます。はい、ではカメラを、変えていきまして、はい、次は3番のハマーさんを見ていきます。さあ、ハマーさん、はい、イエス、イエス。さあ、ハマーさんのチェロですね。はい、そして、車は、赤のカマロになっております。ハマーさん、いいっすね。はい、カマロ総長に教えてもらって運転で。なるほど。あらあら、うちの特攻隊長ですから。はい、ハマーは恐ろしいですね。これ車も自分で選べるんですよね。ゲームはそうなんですが、はい、今回はみんな個性で選ばせていただいてますね。はい、今現在1位は誰でしょうか？はい、現在はですね、はい、結構目まぐるしく変わっているんですが、はい、現在はやはりゼンラロックさんが1位となっていますね。おい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 、ゼンラロック圧倒的？もしかして。いや、結構でも競ってる感じですね。競ってる感じ、はい、これ最高何キロぐらい出るんやろ？どうでしょうね、大体でも150近くまでは出てるのを見ましたね。もう出るやん、500キロぐらい出るやん。500キロ。ファンタジーになっちゃいますけどね。500キロ飛行機のスピードになっちゃう。あ、そうですね。はい、では、次は4番のカメラを見てみましょうかね。はい、4番のジョイさんのカメラです。はい、車は白のアウディとなっていますね。ジョイさん、あ、そうですね、今ジョイさんですね。はい、そうです。国籍はコロンビアですね。コロンビア、はい、ジョイさん、ジョイさん、はい、ドメよ、はい、ジョイさん、ドメよ。あ、確かに、ドベ、ドベ、ドベでございます。最下位。あ、ドベですか。はい。ドベですか。ドベよ。ドベですか今。だって前に誰も見えないんでしょ。あら、全然いないですね、誰も。え？はい。今ドベジョイ。あ、ちょっとね、頑張ります。頑張ってください。でもレース終わっちゃいましたね。終わっちゃいました。はい。さあ、続いてレース終わったら続いてジャンプですね。
そうです、また再びミーティングポイントに行っていただければ、はい、次はジャンプの試合になりますので、はい、赤い丸を目指して走っていただければと思いますね。ジャンプ楽しいですね。ジャンプ楽しいです。うまくジャンプできたのがあんまりないんですよね。あ、はい、なかなかこううまく助走をつけて飛ぶっていうのが難しいので、その前に障害物もあったりしますからね。そうなんです、この時点ではぶつけてもポイントになりますので、はい、ガンガン知り合い見つけた、はい、あれ特攻隊長、あ、あら総長、はい何も見えないブラックアウトしちゃった大丈夫です、総長大丈夫です。では、カメラを移していきましょう。6番の席の MZT さんの動画を見ていきましょう。はい、ではチャンス。はい、MZT さん、はい、で合ってますね、はい、はい、車は白のアウディですね、はい、白のアウディどうですか、やってる感想は。いやー面白いですけど難しいですね。あ、いきなりじゃ難しいですよね。ダラダラさん、はい帰ろうとしてるでしょ。そうです、そろそろもうちょっとダメですよ確かにミーティングポイントから超遠いですから、もしかしたらこの車で帰ろうとしてた可能性ありますね。はい、出るね、ゲームにも人間横浜どっちに行けば横浜行きます横浜探してます、ね、横浜横浜多分ですね、この世界は仮想世界ですけども日本じゃないんじゃないかなっていう気が若干してますので横浜かな。はい、では次見に行きましょう。7番の席です、塚さんになります。塚さんにちょっと感想の方聞いてもらっていいですか、はい、やってる体験の。あ、そうですね、はい、はい、どうですかプレイして。いやなかなか難しいです、はい、もうちょっとコメントいいですかあ、じまりましたね。あ、じまりましたね、はい、それは見て取れます、はい、見て取れました、はい、しかし今の事故はちゃんと点数入ってますからね、悪いことじゃないんですよ。ありがとうございます、はい、ちょっと今飛ぶんで。さあ飛んでください、ジャンプですよ。おー、ちょっとスピード出れなかったみたいですね。うわー、まだまだですか。はい、では一旦戻りましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、セクヤマさんがかなり集中してるんで、ちょっとセクヤマさんの方が、セクヤマさん、ちょっと集中するやん。本気なんですよ、セクヤマさんがね怖いよね、目が。勝ちたい、勝ちたいですね。ちょっとセクヤマさんにちょっと聞いてもらっていいですか。1番、はい、はい、勝ちたいんで、はい、負けたくないんですよ。では、ではやってみてどうですか、ゲーム。わかんないです。すごくいいです。すごくいいですいや、でも、今ちゃんとセクヤマさん1位なんですよ。やっぱ、やっぱり、そうなんですよ。なんか車ボロボロになっちゃう。おっと、これにてジャンプも終了となり。いやでもね、車ボロボロ考えないで、ぶつけりゃぶつけるほどいいんですよ。はい、あれ、これもしかしたら、だから普通のね、車のゲームだったら、もうぶつけたら、あーってなるじゃないですか。終わりました。これはぶつけちゃっていいんでね、全然ノンストレスでいけると思うんですよ。はい、そうですね、1位は、はい、セクヤマさんと。やったー、はい、おめでとうございます。トントントン、はい、ありがとうございます。はい、ずっと、ね、ゼンラロッサが1位だったんですけれども、はい、来ましたね、さすがセクヤマさん、ありがとうございます、少し困りました。セクヤマはわしが育てたんですよ。あ、わしが弱いやない。いや、すごかったですね、すごい、素晴らしかったですね。プレイの感想なんかも、はい、ちょっと聞いてみましょうか。はい、じゃあちょっとゼンラロックさん、いかがでしたか。いや、面白かったっす。面白かった。ちょっと月並みな意見ですけど、久々にゲームやったんで、はい、やっぱちょっとゲームもやっぱりいいものだなっていうことで、はい、はい、全然いいコメントです。もう一度ね、ちょっとゲームにちょっとね、ちょっと興味が湧いてきたというか。そうですね、はい、もうちょっと恐縮ですって感じです。わかりました。じゃあちょっとね、ズカさんにも聞いてみましょうか。はい、ズカさん、はい、いかがでしたか。いや、大変楽しませていただきました。はい。帰ろうとしてる。はいはいはい。さあ、ハマーさんいかがでしたか。まあ、はい、総長も言ってたんですけど、はい、何回ぶつけても、はい、ガンガンいけちゃうので、総長の言ってる通り。もう総長に言ってね、その通りでした、ね。ハマーさん
から目の玉がめっちゃうるさいちょっと静かにしてもらえますか。さあ、そしてジョイさん、はい、いかがでしたか。はい、そうですね、あの行動をこうやって突っ走れることってまあないので、それがすごいやっぱリアリティがあってステロス発散になりましたね。はい、なるほど。さすがやっぱ考える時間があるからちょっとね、実際じゃできんからね、はい、こういうことは、ね、ゲームでしかできないということで。さあ、1位のじゃあ関山さん、はい、はい、ありがとうございます。1位になりました。はい、自分免許取ってから、はい、行動に出たことが2回ぐらいしかないんですけど、ゲームの世界では1位を取れて良かったです。なるほど。セクヤさん、セクヤマさんは今喜怒哀楽のどれで喋ってるか全然わからない。喜びですか。はい、そう。喜ですよね。わかりにくい。喜でよろしいですよね。はい、わかりました。さあ、ということでございまして、告知とかありますか。はい。なんかお知らせの方は。自分たちですか。はい。そうですね、まだちょっと発表できてないんですけど、せっかくここに来れたんで、はい、あの関山さんと、はい、セックスさんと全裸さんで、はい、ちょっと卑猥な CD を出そうかなとか思って、おお、全裸セックスで全裸セックスで週明けに、その情報も解禁したいなと思って。なるほど。全裸セックスすごい。ちょっと外も寒くなってきたんですけど、やっぱ全裸セックス。なるほど、なるほど、はい、ちょっと興味ありますね。興味あります、ね、どんな CG なのかちょっと、はい、ちょっとあんま言っちゃうと。なるほど。全然ゼネロックさんマイク持ってくれない。ああ、そうか。プルプルなってる。わかりました。はい。告知は以上でないですか。はい、他の皆さん告知もしたいな。はい。まだ毎週ライブがあるんで、はい、はい、みんなでライブをやってるんで、はい、なるほど。ぜひ。まあなんかツイッターとかホームページとか見れば情報分かれて。はい、それは全裸で調べたらって言いますか。そうですね。心、そうです。全裸ロックで。全裸ロックで。親にバレたくないな。親はもう多分今日見てます、ね。晴れ姿を。お父さんお母さんも。なるほど。あ、そうなの。なるほどね。撮りますって。生まれたままの姿で。はい。よろしくお願いします。わかりました。はい。ということでございまして、ゲストの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで Need for Speed Most Wanted のプロデューサーのリアン・ローンブさんのインタビューをご覧ください。はい、どうぞ。So in Most Wanted, it's got unique gameplay. So because it's an open world, we feel that needs an open structure. So we were discussing it and we were saying, why can't I just drive whatever car I want to whenever I want to? And basically it's the fact that racing games for the last 20 years have said that you've got to go through this progression and play, you know, 15, 20 events to unlock the real cool supercars. So I've got to play for 2 hours to, you know, drive the Bugatti Veyron. And why should I have to do that? Because that's a really cool car. So with Most Wanted, almost all of the cars are available at the start of the game. So we dot them around the open world, and if you can find it, then you can drive it. So we think that's really powerful because it starts giving a unique gameplay experience for everybody. So I could load up the game, and the first car I find is the Lamborghini. So I'm driving the Lamborghini, and my friend's first car is the Bugatti Veyron. So we just get this unique gameplay experience, and not one person's game is the same. So that's really powerful. Need for Speed Most Wanted or Tena Shendene? Cool. はい、ということでございまして、はい、ありがとうございました。ただいまですね、VTR の方を聞いてきました。さあ、はい、そして続いてはですね、ここで、後半になります、はい、一般参加の皆さんのトーナメントに移りたいと思います。はい、さあ、それでは登場していきましょう。モストーンいいですか、皆さん、ゲームに勝ちたいか。おお、気合が十分でございます。これもいいですね。熱い。はい。賞金欲しいか。おお、熱い熱い。セックスしたいか。おお、趣旨関係ない。さあ、それでは一般参加の皆さん、どうぞ。ああ、はい。
しくお願いします。はい、でも若干ほんとしたそうな感じですねそこ掘り下げちゃいますね。はい、さあということでございまして、一般参加の皆さんの、トーナメントに参りたいと思います。さあ、この Most Wanted TV では、一般の参加者を募集しております。はい、8人によるマルチプレイを行い、配信ごとに、勝ち抜きの1名を決めます。勝ち抜きを決めた方にはこちらを差し上げます。ノベルティの方はございますか。こちらのこちらですね。はい、参加してくれた方には、今日僕らが着てる T シャツとこちらの、帽子の方を、プレゼントいたします。みんなこれ欲しいか。セックスしたいか。今見たんですけど女性もいるんですか。最低です。ごめんなさい、すいません、はい、女性もいる、ごめんなさい。いや俺ちゃんと見よって、ちゃんと確認してください最低やな本当に。はい、はい、すいませんさあ、ということでございまして、最後にですね、各回の勝利者に、7名最終回にございますね。最終回に、勝利者、各回の勝利者7名にもう一度集まっていただきまして、12月20日に、決勝戦を行います。決勝戦を勝ち抜いた優勝者1名にはなんと都内一流ホテルでのフルコースディナー&スイートルームペア宿泊券を差し上げます。すごいすごいですねこれ。豪華やな。フルコースディナー、スイートルームペア、美味しそう。はい、欲しいでございますね。はい、さあということでございまして、聞いてみましょう。さあ意気込みの方聞いてみましょうか。はい、じゃあ皆さんにね、はい、さあお名前と意気込みの方聞いてよろしいですか。伊藤のプロです。はい、何ですか。滑舌が悪いですね。滑舌いいよ。あまり、はい、滑舌はいい方じゃないですけど。あ、はい、お名前と意気込みの方よろしいですか。あ、もう言いました。お名前です。はい、イザベラゼロさんですね。はい、イザベラゼロさんです。イザベラゼロさん。あ、なるほど。イザベラゼロさん。はい、意気込みの方は、ホテルの方は狙っているんじゃなくて、はい、自分のこの、はい、こういう業界に携わりたいなって思って。お、今晩飲みましょうか一緒はい、そう行きたいんですけど、はい、ちょっと家が遠いんで。そう、真面目真面目な方ですね。いないよ、はい、久しぶりに振られたそうですね、はい、よろしくお願いします。あっさりと。さあ、そして2番の方に、はい、お名前と意気込みの方よろしくお願いします。ヨウコです。名前は、はい、名前はヨウコです。ヨウコ、ヨウコさん。ヨウコですか。ヨウコ、ヨウコです。ヨウコさん、はい、ヨウコさん、意気込みの方。できる限り頑張りたい。できる限り頑張りたい。あ、いいね。あんまり多くを語らない感じのね、はい、さあ自己紹介、うちに秘めた感じの。肉でもいい。肉でもいいです。あ、白猫です。はい、白猫さん。白猫さん、はい、白猫さんは意気込みの方は。いや、とりあえず楽しめればいいと思ってます。うん、まあ優勝は狙いますけど。おー、優勝狙ってきたと、はい、楽しめるよ、うん、大丈夫、うん、いっちゃいますね。さあ、そして自己紹介と意気込みの方お願いします。はい、五目と言います。今回は優勝を狙ってきました。で、ホテルも、スイートルームもなんかペアチケットって言うんですけど、はい、僕一人で。あ、一人で行っちゃいました。そんな寂しいこと言わんと見つけましょうよ、誰か。探しましょう、ね、見つけて。あそこのカメラのところに女性もいますから、ね、12月20日ですから、まだ2ヶ月ありますんでね。はい、さあ、そして、はい、下の方に行っていただいて、はい、さあ、自己紹介と、意気込みの方よろしくお願いします。小野寺です。はい、はい、小野寺さん、はい、はい、意気込みの方。意気込み、そうですね、ホテル目指して頑張りたいと思います。え、ホテルの行く相手はいらっしゃるんですか。行く相手は、まあ、両親にプレゼントとか、はい、うわ、めっちゃいい子やん。なんてなんて両親にプレゼント。両親にプレゼント、ちょっとな、あげてあげてもうもうあげてあげてもう多分ほとんど嘘と思いますさあ、はい、先生、名前の方お願いします。パンプキンです。パンプキン、パンプキンです。面白い感じで言うね。はい、パンプキンです。はい、1位をぶっちぎりたいと思います。パンプキンです。パンプキンです。言わされてるやん、キヨトリ言わされてるやん。いいね、1位ぶっちぎるパンプキン、はい、1位をぶっちぎりたいと思います。パンプキンです。目の前に言ってくれた。わかりました、はい、さあ、はい、そしてお名前と自己。鈴木です。鈴木さん、はい、さあ、鈴木さん、意気込みはどうですか。パンプキンです。違うよ。ちょっと面白い、ちょっと面白いな。え、何をしますよ。
あ、今回あの国産車あったらそれ乗りたかったんですけど、はい、ちょっとないみたいなんで、はい、ちょっと会社で頑張ろうと思います。おお、はい、ゲームも得意なんですか？いや、あの好きなんですけどあんま得意じゃないですね。おお、頑張ります。なるほど、ゲーム好きということでございましたね。はい、わかりました。さあ、そして続いて、はい、あ、こんにちは、青じそです。おお、はい、青じそさん、はい、はい、意気込みの方は？そうですね、まあこれから免許取りたいと思ってるんで、それの参考になればなと思ってます。あ、なるほど。免許取ってこんな運転してダメやからね。そうですね、あんまり役に立たないかもしれません。うん、そ、免許とは役に立たないと思う。青じそだけどパンプキンです。あ、聞いてもっか。何すか？もう一回お願いします。青じそだけどパンプキンです。はい、言わせるのやめてください。あの、そのボーダーの人の名前誰でしたっけ？名前何でしたっけ？パンプキンです。いや、まだ前違いますね。パンプキンって言われて、はい、わかりました。さあ、という、この、8人でトーナメントを行うということでございます。はい、さあ、それでは、ルールは先ほどのエキシビジョンマッチと同じということでございます。はい、ちょっと俺に耳打ちでパンプキンです。俺パンプキンですって言わんよ。うわ、純粋じゃねえ。純粋じゃねえじゃねえ。さあ、よろしいですか。あ、さあ、皆さん、じゃあせーので、スタートしますんで、準備できたら。これ大事ですかね、はい、最初のスタート。さあ、よろしいですか。いきましょう。せーの。はい、はい、大丈夫ですね。うわ、大丈夫やった、はい、よかった。これヒヤヒヤしますもんね。そうなんですよね。さあ、来ました。いやいや、大丈夫だと思うんですよ。はい、地面から車生まれてましたけど。さあ、まずはこれは2番の方ですかね、このカメラは。はい、カメラは2番の方を指していると思われますね。はい、おー、はい、では皆さん、まずは左下にありますカーナビを見ながら赤い丸を目指してください。はいはい、全員が揃ったらまずはスピードテストという形になります、ね。はい、まずは最初はスピードテストでございます。はい、さあ、よろしいですか。はい、では順番にご紹介していってみましょうかね。はい、はい、ではまず1番のカメラの方、お名前イザベラゼロさんで、車は銀のアストンマーチン、国籍はペルーとなっています。ペルーですね。はい、はい、そして次2番の方に行ってみたいと思いますね。お名前がヨーコーさんで、車は黄色いポルシェとなっています。国籍はアルゼンチン。アルゼンチン、はい、はい、次が3番のカメラに移りまして、3番ですね。ちょっと早く、大丈夫です。3番のカメラの方、はい、3番、はい、お名前白猫さんで、車は赤のカマロとなっています。白猫、国籍はチェロとなっていますね。はい、では次4番に参ります。お名前は五目さんで、車はアウディ、国籍はコロンビアとなっています。はい、では下の段に行きます。次は、5番の方になりますね。はい、お名前が小野寺さんで、赤のカマロとなっています。はい、小野寺さんが赤のカマロ。はい、そしてその右隣の6番パンプキザン、パン噛んじゃった。すいません。全然いや、大丈夫ですよ。肝心なお名前を噛んでしまうことに、はい、ちょっと一抹の不安をちょっと感じましたけど。はい、6番のパンプキさん、かなり真剣な表情ですけれども、はい、車は白のアウディとなっています。国籍はクロアチアですね。クロアチア、はい、そしてそのお隣、女性の方、お名前鈴木さんで、車はアストンマーチン、国籍はボリビアとなっています。はい、はい、そして最後一番右奥の方、お名前が青じそさんで、車がポルシェですね。ポルシェ、はい、国籍はパラグアイとなっています。わかりました。この8名でレースを行っております。はい、誰が調子いいんですか今現在は。ですね、はい、名前が一番上の国籍がこのレースに関してはいいので、はい、あれはですね、こちらの陽子さんが今1位かな。お、あ、いや、ちょっと変わってますね。白猫さんが今1位になりましたね。おろろろ、白猫、はい、3番の白猫ですね。はい、3番の方お願いします。はい、3番、3番カメラお願いします。さあ、こちらですね、現在この赤のカマロの白猫が、はい、現在トップと1位となっていますね。すごい、
表情には一切出してないですね。そうですね。しかしこれまだスピードテストが始まっていないので、はいはい、皆さん、赤い丸を目指して進んでいただければなと思いますね。とりあえず今は赤い丸を目指して進むと、はい、いうことでございますね。みんなが集まってからスタートという感じ。はい、わかりました。さあ、これでボンボンぶつかってます。もう始まってるんですか。はい、大丈夫ですね。さあ、いいですよ。そうそうそう、上にね、黄色い矢印が出てるでしょ。それは一緒にプレイしてる人なんで、それにぶつけるとポイントもつくので、はい、ガンガン当てちゃって、ガンガン当てちゃっていいですよ、ね、これはね、みんな車の格闘技だ。おおおおおバラバラの王、バラバラの王、はい、どうだパンプキン。パンプキンでーす。違う、はい、それは分かった。名前は分かったです。ゲームどうですかって聞いたらパンプキンでーす。ゲームパンプキン。すごいですね。さあ、今現在トップは誰でしょうか。はい、現在のトップは、はい、先ほどと先ほどに戻りまして、陽光さんが現在、はい、2番の陽光さんが1位となっていますね。おー、帰り咲き。はい、しかしこのレースで調子がいいのは3番の白猫さん。やはりこの2人強いですね。白猫っぽいですね。はい、白猫の方にちょっと聞いてもらっていいですか。白猫、はい、白猫どうですか。今現在トップみたいですけども。調子いいですね。はい、ちょっと怖いですね。怖いですね。事故らない安全運転で。結構スピード出てますね。ちょっとこれ安全運転。あ、安全運転120キロで。すみません、120キロで安全。120キロで安全運転。あ、でもフィニッシュしました。はい。うわ、すごい。もうプラス600ポイント。いや、かなり早かったですよ、今のは。ちょっと早いですね。はい、一方、女子の、あの方誰でしたっけ、はい。鈴木さんですか。鈴木さん。はい、ちょっと見ていきましょうかね。鈴木さんはどうですか。道に迷ってます。どうですか。7番の鈴木さん。はい、一回道に迷いました。道迷っちゃいました。難しい。あ、でも今順路。はい、はい、いや、事故なんかもうガンガンしちゃっていいゲームですからね。はい、5番の方。はい、5番の小野寺さんですね。はい、小野寺さん、はい、ちょっと聞いていってみましょう。どうですか。なるほど、免許お持ちでないと。免許お持ちでない、はい、あんま免許は関係ない、関係ないような気もしますね。すみません、小野寺さん、はい、大丈夫だと思います。交通ルールを守ろうっていうゲームじゃないですか、はい、小野寺さん。守ったら逆に弱いかもしれませんね。そうですよ。はい、さあ、1番の、はい、イザベラゼロさんですね。イザベラゼロさん、はい、は今現在何ですか。1番の現在4位となっていますね。あ、はい、現在4位でございます。イザベラさん4位です。イザベラさん小さ。いや、もう今もう怒ってる。小さ、結構怒ってます今。特にですね、2番3番の方がうまいんですが、はい、そうでなくてもですね、1から4番の方は非常にうまく見えますね。へぇ、白猫はまだトップですか。現状はですね、はい、いや、1位が4番の方に映ってますね。五目さんに映ってます。五目、あれ、はい、おい、来たな五目。五目、はい、今1位やって。はい、1位です。1位です、はい、嬉しい。勝ちますよ、勝ちますよ、はい、どうせやっぱやつけてほしいでしょ。ペアチエット1人使いますよ。1人使う、誰かと行こう。さあ、五目が今1位です。はい、いや、かなりです。陽子さんは、いや、もうここら辺はかなり僅差ですね。はい、あ、じゃあまだ分からん。すごいですね。はい、確かに、はい、確かにすごいですね。いや、うまいですよ。うまい、うまい、うまい、すごい。あら、白猫が落ち込んだ。大丈夫、盛大クラッシュしちゃいましたからね。いや、ちょっと陽子さん、2番いいですか、2番。はい、今の陽子さん見ていきましょう。黄色いポルシェですね。はい、黄色いポルシェがね、はい、なかなかね、スピード乗っていいんですよね。はい、さあ、今ね、前にあの青いのやつ、ちょっとぶつけ、あ、お、赤、いや、ぶつけてきましたね、今、陽子に。はい、陽子にぶつけたのが白猫。あ、白猫が陽子にポイント取ってきましたよ。どうですか、陽子。こ
声小さ、はい、いや集中してらっしゃるんですよ、ね、なるほど、はい、今、現在白猫と、はい、五目さんですね、五目が1位争いをやっているということでございまして、はい、かなり僅差ですよこれ。いや白猫ね、はい、今ね陽光さん走ってるところぶつけてきよったんですよ、はい、細かく点稼いでますね。これ細かく稼げる。お、そこをそんなやってるから五目今ぶつけたらよかったやん今ぶつけたれぶつけたれ白猫ぶつけたれ。はい、では最後のテストですね、ジャンプテストに、はい、おー来たジャンプテストでございます。はい、制限時間内にできるだけ多くジャンプをしてそれで飛距離を稼いでいきましょう。現在目まぐるしく1位が変わってますが現在の暫定1位は4番の五目さんとなっています。ただ五目、はい、しかし他の方はあれはどうですか、はい、イザベラゼロさんはどうですか。イザベラゼロさんは、はい、ブルーですから現在は4位となっておりますね。あ、はい、さあ1位すごいですね五目。車は結構ボロボロ。おお、すごいジャンプ決めた。おー、すごいジャンプ決めた五目、はい、なぜか、勝利のガッツポーズを取りましたけども五目、いや、すごいジャンプですよあれ。すごいジャンプだね五目、はい、一人だけ点数が勝ちます確信、はい、おお、すごいジャンプ、すごいすごいジャンプ。いや、本当優勝ありますよね。車はボロボロなんですけどね、はい、車はボロボロなんやけどこれちょっとスイートルーム1人で1人だけちょっとポイントがちょっと違いますね。ワンポイント取ってきますね、はい、さあ残り10秒切ってしまいました。売り上げ加えをしたいですね。白猫やばいよ白猫、はい、白猫、あーどうでしょうかね。今チャンス白猫ぶつけろぶつけろ白猫ぶつけろって白猫白猫おらきちゃんぶつけろ白猫ぶつけろよ白猫。おそれ違うそれ違うそれ違うそれパンプキンのやつやつだ。それパンプキンのぶつけていいよパンプキンのやつは。白猫あっちでな。あー終わった。これちょっともうはい。さあ1位ですね。はい、さあ1位はボクさんとコロンビアの五目、はい、ありがとうございます。ちょっとこれダントツなんじゃないですかこれポイント。すごい。これポイント結構なダントツでしたよね。はい、だってジャンプのところで結構ねあれしてましたしね。いや1位でございますよ。はい、嬉しいですね。えあのちょっとマイクフォローしていただきます。はい、で五目さん、はい、1位でございます。ジャンプいかがでしたか。はい、ジャンプ結構いい感じにこう入れたんで、うん、よく飛べたなと自分でも思います。ねえ、すごかったですね。全体でガッツポーズとかなんか長いですよねボディが。いや、まあコロンビアなんで。あ、わからん滑った。あ、わからんねえ、はい、さあ、ということで、とりあえずこの回で1位を取ったので、はい、T シャツと、帽子の帽子ですね。はい、お願いします。じゃあ、お持ちくださいませ。はい、はい、おめでとうございます。はい、あと1回勝てばもう優勝ですから。はい、で、スイートロンバー出すかもしれない。チャンピオン大会で優勝すれば、手足すると、はい、カメラ、お尻にずっと向けてるんで優勝すれば、12月20日に決勝大会に優勝すれば、ホテルのスイートルームのペアチケット差し上げますので、はい、うわ一人で行きたいと思います。一人で寂しいな。12月20日までまだ時間ありますからね、2ヶ月ありますんで、誰と行きたいですか。そうですね、まあ、僕一人でもう頑固として一人で頑固として。いや暇なやついますよなパンプキン。はい、全然僕行きたいんですよ一緒に行っちゃう。いや全然行きたい。一緒に行かんでしょ。だって五目さんどうですかパンプキンが一緒に行きたいって言ってるんですけど。そうですねパンプキンです。いやいやパンプキンですよね。言わされちゃった。あなたパンプキンじゃないんで、ね、ということでおめでとうございます。1位でございました。ちょっと他の方にもちょっと聞いてみますか。ちょっとおまけで白猫もなんか1位にしてあげ ね。いやそれは無理ですよ。めっちゃ可愛そうな目で見ようよ。白猫は2位でございました。白猫いかがでしたか。猫の顔をずっと泣きそうな顔してる。いや最初からこういう顔です。元からこういう顔でした白猫は。大丈夫どうでしたか白猫。いや惜しかったですね。惜しかったな。あでもそうですね、2位ずっとつけてましたから、ね、最初はでも1位やったけどね、はい、後からジャンプでやっぱ抜かれたな。そうですね、落ち込んどうよ。ペアチケット欲しかった。欲しかったですね。誰と行きたかった。まあ、
そこ内緒で。そこ内緒でね。元気だし。他の真似だけはやめろ。最初からこのテンションしか知らない子さんは。で、さあということで、はい、何でしたっけ、はい、イザベラゼロさんですね。イザベラゼロさん、ちょっとなんか結構最初は結構ね、すごいあの勢いよく入ってこられたんですけど、はい、4位でしたね。ああちょっと不甲斐ないですね。非常に1位取るっていうあんだけ自信満々でしたけど、はい、ああなんか最後のジャンプも自分としてはうまく飛んだはずなんですけどね。なんか記録に出なかったんですよね。いやそれはあのゲームですから、あの自分としてうまく飛んでてもそれがうまく飛べてなかったんです。可能性もありますね。はい、バグだったのかな。あの結構あの素直にあの認めないタイプですね。そうですね、うん、負けを、いや、あの負けたんです。あなたが下手だったんです。まあそうだったんですよ。誰もいなくなりますよ、その考えだと。大丈夫ですか。まあその負けを認めます。決勝には出れませんけども、もうここでお別れということになっちゃいますけど、まあまたやり直します。またね、お願いします。またぜひ機会あれば来てください、はいはい、マイク返して。はい、ということでございまして、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あー、白熱した試合でしたね。すごかったですね。あ、そうですか。五目さん、すごいですね。まあ、白猫もすごかったですけどね、はい、また、これ白猫はもう参加できないんですか。またでも次回応募した方がいいんじゃないですか。大丈夫、はい、これもう一回参加することもできる、はい、もし、白猫もしあれだったら、はい、来ていただければ、はい、全然大丈夫みたいです。まあ、人が多かったらダメですけども、はい、なんか顔がもうふるさと帰る顔してる。帰りませんよ。あちらの方、何でしたっけ。イザベラゼロさん。イザベラゼロさん、はい、イザベラゼロさんはもう来なくて大丈夫です。いや、また参加をぜひ応募していただければと思います。まだ来ますか。12月20日まであるんで、またぜひ来てください。運用が当たれば、おー、なるほど、ぜひとも来ていただければと思います、はい、さあ、ということで改めて本日のゲスト、はい、ゼンラロックの皆さんも、ステージへどうぞ。ありがとうございました。さあ、見ていただけてました、ゼンラロックさん。ねえ、いや、面白かったですよ、して。ねえ、さあ、じゃあ、セクヤマさん、はい、はい、いかがでしたか、今日。めちゃめちゃ面白かったです。セクヤマさんなんか見た感じ一般参加でいいよかな。しかし言うと多分もう仲間っすね。どうでした、今日やってみて。もうこれ買おうと思います。おお、はい、おー、ここまで熱くなりましたか、はい、また機会があったら来てください。はい、はい、邪魔します。ありがとうございました。ね、浜さんもなんか言っとくことないですか。あちらのカメラ、あちらのカメラ、手で人生のウォンテッドだよ。どういうこと。丸だけしようかな。ノープランしゃべったし、ね、はい、全然心に響きました。さあ、そしてゼラロックさん、はいはいはい、いかがでしたか今日。はい、人生のウォンテッド。いや、もうええってそれかもしれない。カメラあっちやから。ね、今日ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、楽しかったですね。あれ、一人足りなくて、あれ、あれ、もう帰宅しちゃいました。あれダラダラ男、あら、帰った、帰った、なんやあいつマジで。あいつなんやマジで。さっきまでいたんですけど、さっきは帰った。早かったですね。ちゃやあいつ大人出してもらうって。下で学生さんだけしちゃったんで、はい、あーもうなんな、大人としてもダメよ。もう伸びしろゼロや。ちょっとびっくりでした。はい、さあ、ということでございまして、はい、モストウォンテッド TV では皆さんの参加をお待ちしております、はい、参加希望の方は名前とメールアドレス、都道府県、意気込みを、明記の上、こちらのアドレスまで、アドレス出ていない。あ、こちらのアドレスまでメールを送ってください。ありがとうございます。こちらのアドレス出てると思います。はい、はい、はい、まで。さあ、ということでございまして、最後はですね、ゼルラロックさんのゲットイットオンという、これは何ですか。新曲ですね。おー、新曲、これは
食山さんと一緒にやってる。食山さんは今回残念ながら出てないです。出ていない。ジョイとかハマー、なるほど、ジョイさんとかハマーさんとかが出ている、あるということでございまして、最後はゼロ六さんのゲットイットをご覧になってお別れでございます。次回は10月25日、モストウォント TV でお会いしましょう、はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。みんな EUG まだ夢中ファリンサウンドをプレイフォーユーってなんでもドゥーってこのラレブーって完全無欠サウンド贅沢スペースキャデラ運転中とてつなエスコンドライブそう清潔点させる全土ニューってコンタク宇宙って配膳 Can't feel the beat みんなとさ君の新機体組み合わせたいそけるのグラスこれがアンスもう大名だよ遭遇でも出ない手やしてない皆が満足そんな魔法かける感じたいでまた審議たいもう熱くなるもうこの上ないそう二度とはない音に寄り添ってあとは自由さもちろん決まりはねえ何千何万繰り返すみんないいつもの調子でさドアの組み合わせ奥の奥までドアの組み合わせ奥の奥まで Can't feel the beat みんなとさ君の新機体組み合わせたいそけるのもう結構お届けろ Let's get it on Can't feel the beat みんなとさ君の新機体組み合わせたいそけるのもう結構お届けろ Let's get it on 掴みを増していくバーストゥーティブリッドはハイデスキラージュンでサバイブするためにドリップ飲み干す選択肢は無限コンテンツってこのビートが今夜ガイダンスって独占当然快楽配膳毎週 Can you feel the beat もう stop your feet 再現なしそうこの通りそっくらだしそうさっきその取り扱いの垂れ流しドアの組み合わせ奥の奥までドアの組み合わせ奥の奥までなら今 Can't feel the beat Midnight on fire 君の新機体組み合わせたい So get it on Let's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  get it on Can't feel the beat Midnight on fire 君の新機体組み合わせたい So get it onShit.